はい、落札品の発送前レビューです。これは丸井のブローバックガスガンのミリタリーガバメント。じゃあ今日はゼト君が来てるのでゼト君に打ってもらいます。はい、じゃあこれ、はい、マガジン入れて向こうに的があるの分かるかな。一番奥に四角い座布団みたいなところ、あ、あれですか、の真ん中の、はい、うん、ちょっと待って拡大するから、はい、これそのまま引いてやるだけですか。そう、引いて一回引いて戻す。ブローバックするから気をつけてよ。はい、できますよ。はい、じゃあ的に当ててください。うわ、これマジかよこれ。ビビんなくていいから当ててくれ。はいはい、ガス圧が弱いな。ガス入れる。はい、はい、打ってみます。出てる。一等。やっぱりね、寒いとダメだね。まあこれ、そうですね、外装は金属塗装でリアルになってるけど、中身は無改造、ノーマルのままなので、まあ性能は至って普通です。冬だったら、うちの強化カスタムのエアコン機の方が飛びます。はい、落札品の発送前レビュー。これは、マルイのブローバックガスガン、シグ P226 の E2。グリップが握りやすくなって、あとはトリガーが細くなってたり、下にレールがついてたり。打ってみます。また人、ちょっと暗くてよく見えてないんだけど、まあ、これも内部はノーマルで、40メーターぐらい飛ぶと思うんだけど、この12月の気温ではちゃんと飛ばないです。以上です。じゃあリラちゃんも来てることなので、せっかくだから打ってもらいましょう。はい、はい、マガジン入れて、うん、的向こうね、後ろ、はい、引く戻す、ね、はい、あとはトリガー引くだけでじゃんじゃん出ます。どっ、え、マガジンちゃんと入ってないんじゃない？入ってない。一回抜いて、なんか弾が、うん。そのまま。ヒット。と、まあそんな感じで。ガスガンは連射ができます。楽しかったです。はい、 MGC の古いスライド固定ガスガン M559 のロングバレル、金属塗装をしただけで中身はノーマル、ノンホップです。4メーターターゲットを打ってみます。4メーターだったら、まあ当たります。精度は悪くはないと思います。
重い、握りづらい、グリップが太い、丸いのガス風呂 P226E2、 今 MGC のこれ M59 の後にこれを握ると本当に夢のように握り心地が良いです。4メーターターゲットを打ってみます。ヒット、あ、もう寒くてダメだ。マガジン温めないとちゃんとブローバックしないです。落札品の発送前レビューです。今日紹介するのは丸い10金電動ボーイズの M4 ショップモッドのプチ強化カスタム、中ちょっと強くしてあります。アルカリ電池、新品試写用で今入れてるのでこれおまけで入れておきます。4メーターターゲットを打ちます。ヒット、ヒット、ヒット。まあ4メーターだったらまっすぐ飛びます。ちょっと強化しているので 0.12 段で、ここのホップを適正に合わせれば30メーターぐらいふわっと飛びます。10金サバゲーだと、ノーマルより10メーター近く飛ぶようになっているのでだいぶ有利に戦えると思います。中強くしてあるので弱った電池を使うとギアロックしちゃうので必ず遊ぶときは新品電池を使ってください。新品電池で1日は遊べます。弱った電池は使わないでください。それと粗悪な弾は弾詰まりするので丸いの 0.12 弾を使ってください。外装金属塗装して、ちょっとリアルになってます。こちらは丸いのエアコキ M16 を切り詰めたパトリオット風のカスタム。内部強化して、暖かい日、気温30度ぐらい、30度以上だと初速 0.2g なんで90ぐらいは出るのですが、今めっちゃ寒いので、この12月の外気温だと、70キルぐらいまで下がります。でもまあ今裏山で打ってきたのですが25段で 40m までは水平に飛んでます。夏だったらもうちょい飛ぶと思います。まあ冬場でも、0.25 で40フラットに飛ぶのでサバゲで十分使えると思います。あとこれレール付きなのですが結構こう動いちゃうのでここもうちょいなんだろう、がっちり固定した方がいいと思います。これスコープは今裏山で試し打ちしてきた自前なのでスコープはつきません。なんだろう、軽いドットサイトとかの方がいいかもしれない。で今裏山で打ってきたのですが今日めっちゃ風が強くて横に流されちゃってちょっと試写できない状態だったので撮影しないで戻ってきました。まあまっすぐは飛んでます。風がなければ40でヘッドショットはいけるぐらいです。あと外装はいつも通り金属塗装。これマガジンは癖がある2列タイプなのでもしわからないことあったら連絡ください。M16 のエアコキだいぶもう売れてなくなっちゃったので残り16が1本と177が1本ぐらい、まあ在庫なくなったらまた作って補充します。